第1回ディエゴ・オリベイラ PK 再現対決。80鹿間工業サッカー部頑張れ、キヨキヨハロー YouTube 明けましてございます。 FC 人生に来ております。ハーフ西九条フットサルパークに来ております。早速仲間を呼びたいなと思います。サンダー立ち上がりよ。この方です、お願いします。何ですか、こんなところに呼び出して。ああ、出ました、それ出ました。何ですか。おう、そうやる企画はサッカーやってたら絶対に分かる、もしくは見てた、サッカーを。第1回ディエゴ・オリベイラ PK 再現対決。ああ5年かですか。でもまあ今そんな感じになってますので、わからない人もいます、はい、これを制限時間15分以内に何回もチャレンジして1人1回ずつやっては戻り、やっては戻りをやるんですけど、正解できた段階で帰れます。ディエゴ・オリベイラさんはそれはワールドカップでやりましたか、クラブチームでやりましたか。それ誰ですか。あのヒント、はい、ヒントは誰の、はい、誰。ディエゴ・オリベイラ知らんの。知らん。誰。え、ジェリーとか見んの。ディエゴ・オリベイラって誰ですか。誰ですか。分からない。絶対分かってるやん。お前分かってるやん。海外、え、海外の人ですか。日本人ですか。日本人ではない、海外の人。日本人っぽい名前やのにな。のキックが真似できればいいってこと。 PK の人なんや。 PK ってさ、結構いろんな蹴り方があるじゃないですか。はい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 。結構細かく再現したら、はい、え、誰判断、有事判断。世の中に映像がいっぱい出てる。全員知ってるもんね、サッカーやってたら。知らんって。俺誰ですか。俺はほんまにその海外の人で日本に来てるサッカー選手全然知らん。ネネとポンテとエメルソンしか知らん。そいつも知らん。そいつらも知らん。おう、ちなみにわざわざ選んでるってことは相当癖強いから。そうやんな。なるほど。お前は誰か知ってる、海外の。お前は誰か海外の選手知ってる。うん。誰。中田浩二。おうや。おうや。おう。はい、その今マーカーのところに、まあ、みんな蹴る人以外は後ろ向いてる。他の人を見たらダメだもんね。ヒントになっちゃうから。それがそうやんね。でもしクリアできたらクリアって分かってしまうから。うん。どこまでを再現したらいいんやろな。コースとかも。コースはいらん。もう知らん。シュート蹴り方ってコースなんか時間によるやろ。でもこのディエゴ・オリベイラに関してはあのリゼムさんのチャンネルでやってたから。リゼムの動画を毎回チェックして、ああ俺分かったかもしれん。言うた感じ、言うた感じ、何言った感じ。で、罰ゲームあるんすか、その最後まで残った人。え、君、何、どういうこと。どっち。俺だ、知らんもん。いいけど、そんな。いや、ほんまに知らんって。何。サンダー、サンダー立ち上がりよ。でも僕はダゾーン契約して J リーグ好きで、J リーグ見てるんで。 J リーガーなん。だってか、もう J リーグとか見んなって言うじゃん。サッカー系 YouTuber ですよね。サッカー系 YouTuber とサッカー系 YouTuber、 サッカー系ガンシャ系 YouTuber。 一番ちゃうやろ。おう、罰ゲームどうしましょう。えぐ F 棟のホーム戦な。 Vlog サブチャンス。金も飛ぶし時間も飛ぶし。うわ、えぐい。えぐいわ。ちょっとえぐい。一人でってことですよね。一人で。カメラマン連れてたらあかんの。普通に Vlog なんでずっと自分でこう。これの三脚は貸してな。GoPro も貸してある。最悪な企画持ってこないでくださいよ。笑ってる。はい、笑ってた。その心笑ってるねえか、お前。電車のババアか、お前。じゃあ、15分。もう、正解した人から正解って言って抜けるんで。はい。いやす。よーし、スタート。正解。ボール拾ってくださいよ。いやマジで分からへんな。あ、ボール行きます。
正解。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 はい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 。分かった分かった。やった。わかった。音もヒントやと思うよ。なあ、わかったわ。やっぱ俺思ってたんで正解や。よっしゃ。いきます。違います。ちゃうや。ちゃうや。え？ちょっと違う。何やねん。そんなやつ J リーガーなれへんやろ。違う違う。おるか、そんなやつ J リーガーで。いないっす。おう、チャンネル主やのにもう抜けてしまいましたわ。知ってたやろ。おう、違う。そうそう、何やったの。俺ちょっと合ってると思うねんな。ほぼ正解、85% 正解。 85% 正解ちゃうの。めっちゃ惜しいです。何ちょもうちょもうや。達也さんめっちゃ惜しい。もうだ合ってるやん。じゃあ見てる映像さ。助走長かったな。助走が長いんか。りょうくん、癖ある PK。なんかやってみ。いや、したら正解するから。癖あるなって思うようなことしてみて、うん。そうやな、そうやな。それでいくしかないなもう。どうすか、どうすか。そんなやつさ、得点をなられへんって。癖はあるけど。違います。違うか。癖やな。音でも一緒。ヒント癖やな。ヒント癖やな。そうそう。癖を出す曲が。惜しい。惜しい。惜しいや。お。確かにちょっといい。なるほどなるほどなるほど。変なことしてる。何かを足すだけやねんな。ちなみにその前は60%ぐらいだったし、80%ぐらい上がったっすよ。そうだろ。はい。ああ、ちょっとやるな。80。80？ 最後の余分にやったってことで、80に下がって思った。助走めっちゃ長かった。助走や。助走がめっちゃ長かった。もう、みんないいね。みんな耳いいね。助走の癖か。耳集中しろよ。そんなやつに PK 任さへんってチームのやつが。違うですか。助走は惜しいですか。いや惜しくはない。あるんじゃない。何してんねん。何してんねん。しんちゃんよ。あれどう。クレヨン。クレヨンって言うのは分からんから。おう、惜しい。20ぐらいを。お顔のテクニックがいいっすね。いいっすね。あー、これで 85% やろ。まあまあ85っすね。85。何があかんの。秒 85% もう10。
デジャブ、すごい、デジャブみたいと同じこと。美味しいですか？それこそあのディーゴリベーな感じで。そうやろ、すごいわ。デジャブデジャブ。そんな合う？合う合う合う。すごい。ウィッチャーとヨシ全く同じことでしたね。ゼロ。助走ではないね、キックやね。だからゼロ。マイナス100、マイナス100。違う。どうだ？ちょっと一旦5分前なんで、残りチャンスタイム。お、よし。全力あっち向いてホイ、総当たりして1位やった人、その人に応じたヒントを渡す。どういうこと？で、達也さんでもう85倍やから 10% を埋めるヒントを渡す。じゃんけんほい、あっち向いてほい、おい。強っ。最初はグー、じゃんけんほい、あっち向いてほい、あっち向いてほい、あっち向いてほい。あっち向いてほいって言いながら、うん、セーフやったけど、全力で、ナイス全力、ナイス全力。最初はグー、じゃんけんほい、あっち向いてほい。いいよ。最初はグー、じゃんけんほい、あっち向いてほい。お前はあっちゅうでも言わんでええか。全身でいかんねえ。首だけでええか。全力やな。大丈夫大丈夫、はいはい、これしよう、あっちゅうでおい。全力や。お前、いやお前、助走いらんで。首、左向きたい時一回こっちってこういかんでええねん。バレるで、それ。もうバレる。最初です。じゃあけ、はい、始めて、よっしゃー。よし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 。最初はグーでいく。はい。最初はグー、じゃあけ、はい、始めろ、始めろ、始めろ。勝った。おう。伊藤君の、あっつだ。あいつらの耳えぐい。になりそう。このままやとヒントをもらったりょうくんが。お願いします。何してんの。負けるんじゃねえぞ、お前の夢は風ともに涙を流した仲間たちの夢だって。言葉を忘れんじゃねえぞ、どんな偉くなっても巻き光らしくあれよ。